積み立て NISA で S&P500 に投資していた私が、新 NISA では全世界株に投資しようか迷っている理由。節約マスクのお金の話。こんにちは、かおるです。2024年から新しい NISA が始まります。これを機に投資を始める人も増えると思うんですけど、何に投資をしたらいいのかさっぱりわからんぞという人も多いんじゃないでしょうか。私は今までの積み立て NISA では EMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 というアメリカの主要な企業の株価に連動する商品に投資をしてきました。でも新しい NISA では EMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリーという全世界の株価に連動する商品に投資をしようかめちゃめちゃ悩んでいます。今日はその理由をできるだけ分かりやすく解説していきます。結論を先に言うと、新しい NISA ではできるだけ買い替えをしないでいい銘柄を選びたいから全世界株に惹かれる。でも S&P500 が今まで通りのパフォーマンスを上げたり、スイッチングが実装されるなら S&P500 でいいんだよなっていう感じです。新NISAについてよく分かっていない人とか、これから投資を始める初心者にも参考になると思いますので、ぜひ最後まで聞いていってください。まずはざっと積み立て NISA と新NISA の違いを見ていきましょう。そもそも NISA というのは投資で得た利益にかかる税金が非課税になるお得な制度です。 NISA 以外の課税される口座では利益に対して約 20% の税金がかかります。例えば500万円投資して、投資した商品が値上がりして800万円になった時に全て売却した場合、利益は300万円ですよね。現在のルールでは利益の約 20% は税金で取られるので、60万円が差し引かれて手元に残るのは740万円になります。一方 NISA 口座で投資していた場合は非課税になるので、800万円を丸々受け取ることができます。めっちゃお得ですよね。投資の利益にかかる税金は将来的に無能な政治家が引き上げるかもしれないので、 NISA 口座を利用する場合のお得度はもっと増していくことが予想されます。非課税で運用できる期間は、積み立て NISA は20年間だったのに対して新しい NISA では無期限になります。積み立て NISA は非課税で運用できる期間が20年なので、例えば2018年に投資した商品は2037年までしか非課税で運用できませんし、2019年に投資した商品は2038年までしか非課税で運用できません。次に新規で投資可能な期間は、積み立て NISA が2018年から2042年までだったのに対して新しい NISA では恒久化されます。自分にとってお金に余裕がある、都合のいい時期に投資をすることができるので、すごく便利になりました。ちなみに元々は積み立て NISA は2042年までの予定でしたけど、新しい NISA ができたので結果的には2023年までということになります。次に年間の投資上限は、積み立て NISA が40万円だったのに対して新しい NISA では360万円も投資できます。ある程度まとまった資金を持っている人も一気に投資に回せるので、すごくいい設定だったと思います。ただその代わりに、新しい NISA では非課税保有限度額が設定されることになりました。新しい NISA では投資可能期間が恒久なので、限度額を設定しないと年間360万円までなら毎年毎年永遠に非課税で投資ができることになってしまいます。それだとさすがにお金持ちから税金を巻き上げられないので、新しい NISA で投資できるのはトータルで1800万円までに制限しているということですね。今までの積立NISA では年間上限40万円で、投資可能期間と非課税期間が決まっていたので限度額も自動的に決まっていたんですけど、新しいNISAで非課税期間の無期限化と投資可能期間の恒久化をすることになって、トータルの限度額を設定しないといけなくなってしまったということです。そして新しいNISAでは非課税で保有できる枠、生涯非課税限度額の再利用ができるようになりました。例えば2年間毎年360万円を新NISAで投資して、元本720万円が1000万円まで増えたとします。この段階では残りの生涯非課税限度額は1080万円です。でもどうしても1000万円が必要になったので、新NISAで保有している商品を全部売却して現金化したとします。この時生涯非課税限度額は元本の720万円分が回復して1800万円に戻るということです。
回復するのは翌年になってしまうんですけど、再利用ができなかった積み立て NISA よりはだいぶ改善されています。さて、積み立て NISA と新 NISA ではこのような違いがあるんですけど、なんで投資する商品で悩むようになったかわかりますか？積み立て NISA は20年間非課税の制度だったので、20年後に最も伸びていそうな投資先を選ぶのが最適解でした。20年後時点で他にもっと魅力的な投資先があれば、非課税期間が終わってから買い直せばいいだけだからです。例えば2018年に積み立て NISA で S&P500 に40万円投資して、2037年に120万円になっていたとします。この時点で、これからは S&P500 よりも全世界株の方がいいと思ったのであれば、120万円分の S&P500 を売却して、そのお金で全世界株を買えばいいですよね。私は制度が始まった2018年から積み立て NISA を利用していますけど、毎年20年後だったら米国株の方が伸びてるんじゃないかなと考えて S&P500 に投資をしていました。そして実際に積み立て NISA スタートから5年後時点で一番リターンの高かったファンドは S&P500 に連動する投資信託でした。ところが新 NISA では嬉しいことに非課税期間が無期限になったので、20年後ではなく死ぬまで安心して保有しておける銘柄を選ぼうかなという考え方になりました。鋭い人は枠が復活するんだから新 NISA でも売却して買い直せばいいじゃないかと思うかもしれません。でもそれってちょっともったいないんですよね。例えば毎月30万円を S&P500 に5年間投資して新 NISA の非課税限度額1800万円を使い切ったとします。年平均リターンが 5% だったと仮定すると2040万円になっている計算です。そしてその2040万円を15年間放置して年平均リターンが 5% だったと仮定すると4312万円にまで膨れ上がります。もしここで S&P500 じゃなくて全世界株に投資したいなと思った場合、4312万円分の S&P500 を売却するんですけど、その後 NISA 口座で全世界株に投資しようと思っても投資ができるのは1800万円だけです。なぜなら非課税限度額の復活は元本ベースでしか行われないからです。残りの2512万円は課税口座で投資をすることになります。売却しなければ4312万円を非課税で運用できていたのに、売却してしまうと1800万円しか非課税で運用できなくなってしまうんです。まあ、数字はただの一例ですけど、この差はかなり大きいですよね。ということで、売却すれば枠が復活すると言っても、できるだけ売らずに運用し続けた方が、運用で増えた分も非課税で運用することができるので、圧倒的に有利になります。では、なぜ20年後に非課税期間が終了するなら S&P500 なのに、非課税期間が恒久化されるなら全世界株と悩むんでしょうか？答えは S&P500 はアメリカが伸びなければいけないけど、全世界株ならどの国が伸びても問題ないからです。ここからは S&P500 と全世界株を比較していきますけど、これらの人気低コストファンドは大体同じだと思ってもらって大丈夫です。まず S&P500 というのは、米国株式市場の平均くらいのリターンを上げることができて、全世界株というのはアメリカも含めた全世界の株式市場の平均くらいのリターンを上げることができます。要するに、アメリカがその他の国よりも株価が上昇するなら S&P500 が上回るし、その他の国がアメリカよりも株価が上昇するなら全世界株が上回ります。こちらの画像は過去122年間における各国の時価総額比率の推移を表しています。一番下がアメリカで、現在では全世界の 60% を占めていますけど、120年前のアメリカは 15% で、トップはイギリスの 24% でした。超長期で見たら、アメリカが衰退していく、もしくは他の国がじわじわ成長してくる可能性もありますよね。全世界株に投資をしていれば、そんな世界経済の流れに合わせて自動的に投資比率を変更してくれます。現代では経済がグローバル化しているので、なかなかアメリカ盤石の形勢は動かないという考え方もできますけど、やっぱり地域リスクというのは少なからずあると思います。では、両者の成績はどうなんでしょうか。
直近30年までの S&P500 の成績と全世界株の成績を比較してみましょう。上の表は S&P500、下の表は全世界株です。表の見方としては、例えば S&P500 の過去1年のリターンはマイナス 1.7% で、過去3年の年平均のリターンは 26.8% で、過去5年の年平均のリターンは 16.2% となっています。これはあくまでも年平均のリターンなので、5年間で 16.2% しか上昇しなかったわけではありません。じゃあ、5年間年平均 16.2% で上昇したらどのくらい増えるのかというと、一番下の100円投資したらの行を見てください。もし5年前に100円投資していたら212円になっていた。つまりこの期間で 2.12 倍になっていたということですね。で、この2つの表を見比べると、直近1年以外では S&P500 がリターンで上回っていることがわかります。例えば過去30年の年平均リターンは S&P500 が 10.3% なのに対して全世界株は 8.3% しかありません。たったの 2% じゃないかと思うかもしれませんけど、 2% の違いが30年分もあるとめちゃめちゃ大きな差になります。30年前に100万円投資していたと仮定すると、 S&P500 は1883万円になっているのに対して全世界株は1108万円にしかなっていません。もし新NISA の年間上限である360万円投資していたら、 S&P500 なら6779万円、全世界株なら3989万円です。全然違いますよね。しかもこの計算は360万円分の投資だけです。もし仮に非課税限度額の1800万円を最速で埋めていた場合、両者の差は1億3000万円近くになります。ただ、投資というのはリターンだけではなくリスクも考えることが重要です。リスクというのは値動きの大きさを表す標準偏差のことです。これが大きいと何年後かの資産の予想も振れ幅が大きくなってしまいます。とはいえ、リスクについてもS&P500 が全世界株と比較して特別高すぎるということはありません。シャープレシオというのはリスクあたりのリターンを数値化したもので、数値が高いほどリスクとリターンのバランスが優れた商品なんですけど、やっぱり S&P500 の方が高くなっています。正直この結果だけ見たら S&P500 に投資したくなりますよね。新NISAで何に投資するか問題は、5ヶ月くらいほんのり考えているんですけど、なかなか結論が出ません。将来的に売却して乗り換えしたくなる可能性が高いのは S&P500 で、それが制度上不利になってしまうことは間違いありません。ただ、過去30年と同じくらいのレベルで S&P500 が全世界株をアウトパフォームするなら、20年後に全世界株に乗り換えて非課税で運用できる金額が減ってしまったとしても S&P500 に投資した方がお得になる可能性が高いです。この計算は未来の上昇率とか、何年で非課税枠を埋めるかとか、いつ乗り換えるかとか、いつからいつまでにいくら売却するかとか、変数が多すぎて結論を万人に出すのは難しいんですけど、個人的に計算した感じでは乗り換えると仮定しても S&P500 に投資するのはありだと思っています。そしてここまでとは違った角度からの考え方になるんですけど、私は新しい NISA は将来的にスイッチングが導入されるかもしれないと思っています。これはもともと金融庁が提出した NISA 改正案にはスイッチングをできるようにしたいという記載があったからです。スイッチングというのは運用している投資信託を別の投資信託に乗り換えることです。これは単純に売却してから買い換える場合と違って元本を増やさずに入れ替えることができる仕組みのことです。つまりこれが新しいNISAに導入されれば、買い換えすると非課税で運用できる金額が減ってしまうというデメリットを考える必要がなくなります。私は以前金融庁が開催した個人投資家向けの新NISAのオンライン説明会に参加した時にスイッチングについて質問してみたんですけど、今回は見送られたけどまたチャレンジしたいというようなことを言っていました。いや、そんなシステムが変わることなんてないでしょうと思うかもしれませんけど、実際にNISAは始まってから10年も経っていないのに、2018年から積立NISAという新しい制度が始まりましたし、2024年からは
今までよりもはるかに強力な新しいNISAが始まります。スイッチングが実装されるくらいの変更が将来的に起こる可能性は十分にあるんじゃないでしょうか。川山用になってしまいますけど、それも期待して考えると今まで通り S&P500 に投資続けるのもありかなと思ったりもします。まあもちろん過去の成績通り S&P500 が全世界株を上回ってくれる保証はありませんし、そもそもインデックス投資の基本的な考え方で選ぶなら全世界株が有力な選択肢になるはずです。さて皆さんは何に投資しますか。ということで、新NISAで S&P500 に投資するか全世界株に投資するか迷っている理由をお話しさせていただきました。今回は話を分かりやすくするために全世界株と S&P500 の2択で話しましたけど、個人的には先進国株も選択肢に入ると思っているので、興味のある方はこの動画も見てください。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。